ペレスウルトラどうもサンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は久しぶりのダビの動画となります。ジャンボ本誌の内容も含むのでご注意ください。では早速いきましょう。タイトルにもある通りダビ脳無説の紹介となります。現在トドロキ家はダビイコールトドロキトーヤ前提でストーリーが展開されております。ダビ本人がトーヤ本人だっていうし、何よりも炎の個性トドロキ家の闇も知っていたトドロキ家目線、ダビはトドロキトーヤ以外に考えられない。そしてトドロキ君はエンデバーには殺せないと肉体的にも精神的にも思っていたけど、トドロキエンジは涙を流していたから一緒に止めに行こうと言った。夏男はトーヤ兄を止めるまでだからだとした。このようにかなり自然な流れでダビの本名がトドロキトーヤという前提で展開されているわけです。それではダビは脳無説という読者目線では誰でも想像にたやすい可能性をなぜ彼らは考えようとしないのか。それは考えられないから、黒霧という白くもおぼろの慣れ果て、相沢先生とプレゼントマイクの親友の今後にドクターガラキの関与が明確になったのは全面戦争の終盤。そして翼医院という静岡県あたりにある病院、デクのかかりつけ病院にもドクターガラキは関与していた事実、このあたりを結びつけられるのは読者目線の紙視点のみ。さらに轟エンジがトーヤを大きな病院で検査させていたことから、デクや爆豪と同じく静岡県あたりに住む轟家は小さい病院の翼医院にも見せていた可能性は十分に考えられます。そして検査結果は珍しい事例、アンバランスな個性と肉体、当時数十年前でしたが、エンデバーはナンバー2ヒーローで、オールマイトがナンバー1ヒーローの時代、オール4-1はオールマイト以外に興味がないにしても珍しい事例の個性、ナンバー2ヒーローの息子、個性マニアのオール4-1とドクターが黙って見逃すわけがありません。そうなってくるとドクターがダビと面識がある可能性や、ダビを自分のもののように褒めたたえる様子、なぜかダビにギガントマキアの情報を教えてしまっている点など、スッと回収できるのが、ダビはドクターが作った脳無だからという可能性。これを仮定した場合どんな話が見えてくるのか。やはりスピンオフのビジランテに登場した黒霧とフードちゃん、数年前から白雲の面倒見の良さと白雲の雲を操る個性を反映させた脳無を作ることはできていた。同時に戦闘用のフードちゃんも作成していた。当時はハイエンド上位脳無とは程遠いスペックで、オール4-1はまだまだだとしましたが、強者を求める戦闘強は健在だった。黒霧もフードちゃんの戦闘志向を評価しておりました。ドクターは戦闘志向のヴィランを集めるのに苦労したという話がありました。そのため数年前から厳選もし始め、ハイエンドもノームの研究も始めていたことがビジランテのフードちゃんから分かるため、誰から見ても分かるエンデバーの強い上昇志向、誰よりも強くなりたいという志向を持つ人間の息子をピックアップした可能性。これはドクターが白雲ではなく相沢先生が欲しかったという話と、トドロキ家が静岡県あたりという設定から十分に考えられます。さらにオール4-1曰く、ヴィランとは精神と個性がアンバランスな存在だから、個性犯罪者に限らず遺体を再利用してあげる、ワインのようにその味を楽しみ続けたいだけだと。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。戦争がバイバイ。